皆の衆、よう参ってくれた。わしが鬼の半蔵こと、服部半蔵正成じゃ。はあ、よう参った。こたび、今からお主らに一つ問うことがござる。それを答えてほしいな。それはこれ、ドドン。今見えるか、この人相、顔。これ、このものを見てどう思う？皆のもの、第一印象はどう思う？あ、悪い顔。あ、怖そう。うん、悪い人。ほう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 、怖い。うん、感じの悪い人。あ、そうじゃない、いろいろな答えが、飛んできてる。怖い。あ、やはり怖いという声が多いかな。はい、ドン。子猫大好き。おいおい、皆のもの、見た目で人を判断してはならんな。このような皆が思っとる怖いというものでも、子猫大好きと言っとるじゃろ、このもの。え？いかんぞいかんぞ、ならぬぞ。さあ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 、この人相を見てもらって、今怖いというふうに言ってもらったけども、実は今みな無意識のうちに忍術を発動しておったのじゃ。すごいぞ、みなのもの、忍術を知らぬ間に発動しておった。ほんでその術、名があるのじゃ。実はその名もこちら、ドドン。はい、殺忍術と読む。人は見た目で判断してはならぬぞと先ほどわしが言うたんじゃけども、実は忍びというのは、あらかたこの人相を見て、あ、このものはこういう性格をしておるなのとか、こういう仕草をよくするなということを実は見抜いておったのじゃ。それがこれ、人相や表情、仕草、話し方等々で、あ、この相手の人となりを、まあ、憶測しておったわけじゃん、実は。うん。これで、忍びは、まあ、人の顔を見て、ああ、大体こういう性格しておるな、などを見抜いておったのじゃ。じゃが、しかし、これの、忍術書の承認記というものに記載されておるんじゃけども、絶対ではないと書かれておる。うん。故に、まあ、今のような悪い顔そうに見えても、実は、はい、子猫が大好き、とか人が大好きという、ええものもおるのじゃ。うん。ええものもおるけども、忍びは大体このような顔のものは、こういった性格をしておるということを予測しておったのじゃ。おいで、シートだけ、その、紹介をしておくと、まず、はい、こちら、顔。これの、丸くて縦に短い顔は、裕福で、高位。うん、位が高いっていうことじゃ。おいで、つむじな、このつむじが、うなじあたりまで下がっておるものは、なんと、疑い深いのじゃ。はい、次、こちら、眉。この眉は、引くように長い眉は知恵がある。一文字眉は主君に忠実な。ところが、下がり眉は心が弱いという。まあ、いわゆる、まあ、人が不安になるとの、不安になるとこういう風になるじゃん、こういう風に。おーってなるじゃん。おーってなるじゃん。ほんで、下がり眉になるな。この忍術書の、まあ、殺忍術で言うと、下がり眉は心が弱いという風に言われておるのじゃな。そして、この、3番。これ、目。これ目はの、切れ長で深く、潤いに光っておる。まあ、その目は、鬼人の相をしておるのじゃ。ほいで、これ、目を伏せておるのは、不忠で盗みをする。目を伏せているのは、まあ、このように、まあ、このように。というふうに、目を伏せておるものは、不忠で盗みをするという特徴がある。ほいで、続いて、こちら、鼻。この、上品で大きな鼻は、これ、不器で、長寿。ほいで、鼻の下が長いのも吉なのじゃ。ゆえに、鼻が大きくて、ほいで、この鼻の下が長いのも吉なのじゃ。うん。そのように書かれておる。ほいで最後、口。口は、これ、大きくて安定感がある口は、鬼人の層で長寿。唇が厚いのは、裕福。これの、まあ、唇、今、わし見えんけども、わし、唇大きいのかな？口大きいという言葉も飛んできておるけども、というような分析がされておる。ほいで、今、まあ、主らに、伝えてきた、まあ、このように、丸い
顔が丸いとかな、一文字とか、目は切れ長で深くとか、鼻が大きいとか、唇が厚いなどを総合いたして、わしがこのものなら、ものすごい、この、なんていうんだろうな、位が高いというか、A 人相しておるのではないかというのを書いた。それが、こちら、ドドン。これ。これの、あの、忍術書に沿って、A 顔を書いてみた。そしたら、このような顔になった。わしなりに描いたら。警察の人の人相書きみたいな。ああ、そうじゃな。もう、ものすごく、これ、お団子なんこれ、曲げ。曲げ。そうじゃろ、銭持ってそうじゃろ、このもの。おいで、この、人相を読み取るということに関して、まあ、いわゆる、まあ、こういったものかなと、憶測をしておった。ほいで、次は、相手と、まあ、会話をいたして、その相手から情報を抜き取る際にも、実は、この殺人術は使われておった。こちら。これ、あの、忍び。ほいで、これ今、あの、忍びから情報を抜き出されておって焦っておるもの。これで、要は、まあ、仕草や表情の変化、話し方の変化で、相手の心を読むのじゃ。いわゆる真相を見破るのじゃ。これで、よく、まあ、今でも一般的に言われるのは、心理学なるものでも言われておるのは、この嘘をつく際には目をそらすということをよく言われておるじゃろ。まあ、このように、忍びとは話しておる段階で、まあ、相手の表情などを鋭く見ておったのじゃ。これで、例えば、図星のことを言われると、例えばこのように焦ったりいたしたときには、あ、本当のことなんじゃな、ということを読み取ることができるのじゃ。えに、みんなも会話いたす際には、まあ、気をつけるべきと。特に忍びと話すときはな。ほいで、これの忍びも、この話しておる際には、あの、拙者忍びですよ、というものおらんじゃろ。ほいじゃで、忍びも、嘘をつく場合があるのじゃな。そういったときに、まあ、先ほどの忍術書を見ると、例えば嘘をつくと目をそらすとあったけども、忍びはある工夫をして、嘘を見破れぬような工夫をしておった。そして、今から皆に問答、ドドン。忍びが嘘をつく際、バレずにする方法とは？これみんな答えてくれるの？ちょっと考えてみてくれるのか？口元を隠す。ああ、今、わしがいたしとる、このようにね。ああ、なるほどな。うつむいて話す。なるほど。最初から目を合わさない。ほうほう。声のトーン、声色を一定にする。ほうほう。目を合わせて、見せかけて、微妙に 目線を反らす。ほうほう。目が見えないふりをいたす。ああ、なるほど。いろいろ、あ、ありがとうさんじゃ。あの中にの、今、正解がござったな。答えを言い渡そう。答えは、ババン。はい、こちら。相手の鼻の頭を見るんですよ。あの、こう話しておるときに、忍者でも、忍びの者でも、人の心、まあ人の声ゆえに、相手の目を見ながら、相手のこのように目を見ながら、まあ話すと動揺いたしてしまって、この不意に目をそらしてしまうたりする場合がござるんですよ。故に、それをいたさぬように、こちら、相手の鼻の頭を見る。目ではならぬ、うん、目ではないんだな。鼻の頭を見ることによって、相手もそこまで気にならんのじゃん。鼻の頭を見られるとる。見られながら話すっていうことに関してはあまり気にならんのじゃん。ほいで、こちらも目が合わんゆえに、あまりこの動揺することがないのじゃん。おいだで、しかと嘘をつくことができる。まあ、ゆえに皆も、どうしても、あの、嘘をつかねばならん。まあ、こういった時には、相手の鼻の頭を見るとええ。あまりあの嘘をつくのは良くないでな。誠実で謙虚でというのが大事だから、あまり嘘をつくのは良くない。まあ、どうしてもと、まあ、優しい嘘をつくときにな。さあ、以上、こたび、わしから、まあ、一つ術を紹介いたした、まあ、その名もこの殺人術を皆に紹介いたした。以上、服部半蔵による半蔵魔、そして忍破伝だった。ありがとうござる。また会おう。さらばじゃ。